天野地域の地図来た、小山田、南、天野、天野は、大阪府河内長野市の地域。河内長野市立天野小学校、河内長野市立小山田小学校の学区にあたる小、小山田町、小園町、下里町、緑ヶ丘北町、緑ヶ丘中町、緑ヶ丘南町、天野町に該当する。本校ではおおむね同地域に存在した南河内群。 天野村についても述べる。市の北端から南西にかけての地域で広大な面積を有する緑地帯や山間部で構成されている。天野川と呼ばれる西よけ川が北流し、周辺に豊かな果樹園や水田地帯となっている。高度経済成長期に造成された住宅団地は北東部を中心に広がっている。南部は天野山をはじめた木畑方面へとつながる。 山間地を形成している。西淀川に並行して、不動217号、大野天の線が通っているが、北側は、極強小路線のため、主に高規格な指導で代用されている。南側は、大阪外環状線や不動20号平方、富田林泉佐野線が横断し、滝畑方面へは、不動217号、大野天の線に代わって、指導で、アクセスされている。 当地域は、天野、小山田地区と表記されることもあるように、天野、下里からなる、天野地区と、旧小山田村域の小山田地区の二つに区分される。天野地区は、天野町と下里町で構成され、小山田地区は、小山田町、松円町、緑ヶ丘北,北町、緑ヶ丘中町、緑ヶ丘南町で構成される。読みは、天野町。 1889年の町村静止校により、天野山とし天野村の大技となる。天野、高瀬、中尾の地区で分かれている。天野里として平安末期から続く地名であり、金剛寺は南朝の五村上天皇の安在所にもなっていた。天野山を含む丘陵市脈上にあり、天野川によって形成された強調な谷合いに位置する。 南側は滝畑へと繋がっている。読みは、下里町。1889年の町村静止校により、下里とした天の村の大技となる。下里と広野の地区で分かれている。鎌倉時代から文献に残る内名で天の村と合わせて見られる。天の川中流域に位置し、東部を中心に山間地であるが、谷合に集落や田畑が続く。読みは、 小山田町、1889年の町村政志向により、小山田として天の村の大技となる。平安末期から続く地名であり、奈良時代の小山田古母と言われる、仮想母や平安中期の長池鎌跡群などが残る。小山田と田中平井の地区がある。西部を中心に田畑や果樹園が広がり、小山田の桃として古くから地域に慕われている。寺が、 池公園周辺は、レッドパイク台や寺池台などの住宅地が造成され、千代田台と生活圏が一体となっている。また、その一部には、旧日立造船の社宅団地が転用された住宅地も含まれている。読みは、総延長。南海、小山田団地都市して、南海電気鉄道によって造成された。都市公園として総延長第1から4公園がある。生誕は、 大阪府道217号、王の天の線に隣接している。読みは、緑が、岡北町、大中町、南町。三井サニータウンという名称で、三井不動産によって造成された。都市公園として、緑が丘北,北第一から3公園、緑が丘中第1から2公園、緑が丘南第一から2公園がある。天の村に関するカテゴリー。ありがとうございます。